なんだよ、また撮ってんのかよ。俺はそんなネタないよ。ないよ、そんなに。誰かさんみたいにさ、そんなしょっちゅうないよ。んー、あ、ま、撮るなよ、こんなところ。ん？何？これ？これ？これかい。まあ、なんだよ、説明するかよ。もういい、めんどくさいな、もう。あ、まあ、これは人のためになるよ。ちょっといいことだ。うん、教えよっか？教えよっか？教えよっか？しよっか。じゃあこれはね、100円ショップのスプレータイプの容器だよ。そんな見りゃわかるってな。100円ショップに言ってんだよ。このちっちゃいこのぐらいのサイズのやつな。まあ、別にサイズはどうでもいいや。でも持ちやすいんだよ、これが一番な。これシュッシュッとするやつだよな。これにな、ん？何貼ってるかって、うん、水じゃないんだよ。これ水でやるとな、大変なことになるんだよな。ってなっちゃうからな。水じゃないんだよ。実はな、こいつも置いてるけどな。酸ミネラル100っていうな。まあ、お水なんだけどね。お水でもな、ちょっと特殊なお水なんだよ。この酸ミネラル100。これ検索してね、調べてみてください。この酸ミネラル100はな、俺は何使ってるかって言ったらな、それは飲むんだよ。飲んだりしてもいいんだけどな。もう胃がな、ちょっと調子悪い時とか、二日酔いに飲むといいよ。まあ、その、どのぐらい飲めばいいかっていうのもな、その、このホームページに載ってるからね、それ見たらいいんだけどさ。あとはね、この、ヒゲ剃り跡のシュッシュだろ？それからね、たまにある、やけどとか、それから、たまにある、水虫な。こういうのにな、シュッシュってやればな、効果てきめんなんだよ。また、こういうな、ややこしいこと言うとな、また変な盛り上がってと思われるかもしれないけどな、それ失礼だよ、サンミネラル100の、メーカーさんにな。これは、非常にな、すごい水なんだよ。な、宗教的なもんじゃないぞ。ちょっと調べて、まあ見てください。僕がいいっていうのはな、みんないいと思われるっていう、そんな自信はないけどな、俺はいいって言ってんだからな、あんたがいいと思えばいいんだよ。なんじゃそら。な、そういうことだ。で、これをどうするかっていうんだったらな、もうだんだんほら、変な日本語になってくるんだろ？な、こういう風になってくるからな、俺は説明苦手なんだって言ってんだよ。ん？いい？うん、そっか。じゃあこれな、これをな、どうするかっていうとな、鼻にな、ふっな、シュッシュだな、シュッシュッとこう入れるんだよ。入れたらな、スーッと落ちてくる前にな、ふん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 とこうな、2回、4回でも5回でもいいや、ふん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 ってやんだよ。そうするとな、これな、こうほら、鼻紙でな、こう鼻紙で、ふんふんふんってやってもさ、なんか取れきれないじゃないか、大体。なんか残ってんだろ？あんまり、ふんふんふんってやっちゃうとな、これ耳がツーンとくんだよな。なんか耳鼓膜破れそうになっちゃうだろ？だからな、シュッシュってやって取れないときはな、なんか気持ち悪いな、残ってんなっていうときはな、これで、シュッ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 ってやんだよ。そうするとな、びっくりするぞ。ポーっとな、中に入ってたやつがな、ポーっと出てくんだよ。飛び散るように、ボーっと。もうびっくりするだよ、これ最初やったとき。わ、これはええもん見つけたわ、思ってね。これは自己流だよ。自分で考えたことなんだけどね。いっぺん鼻の中やってみよう。よくね、耳鼻科に行くとさ、鼻洗いっていうのあるだろ。知ってる？行ったことある人は知ってたよ。こう鼻シューって洗うや、こうやつがあるんだよ。それをね、こう思いついて、あ、そうだ、これでちょっとやってみようと思ってね。シュッシュッと、ただ2回ぐらいな、片っ鼻にな、シュッシュッとやっただけなんだよ。そして、ふん、ふんってやんだよ。そうすると、ドバーッとな、出てきちゃうんだよ。一発で。こらええわ思ってね、もうほとんどその、なんていうのかな、別に詰まってない時もな、毎日こうシュッシュッとやってな、やってるんだよ。それと外出、なんか都会出た時にな、こう空気のな、こう、わー、よどんでるとこ行った時の帰ってからな、気持ち悪いだろ。だからこう、マスクはしててもな、で、これでシュッシュッと鼻を洗っちゃうんだよ。これ便利だぞー。やってみてくださいよ。今日いいこと言っちゃじゃないか、俺も。ネタがないってネタがないって言って、なんかいい話じゃなかった？ね？いいでしょ？だからこれね、今からやんのよ。うん。あんまりでも来ないでね。そんなしょっちゅう来てもうてもさ、ないから。全然ネタは。うん。じゃあ、さしてもらいます。もう映すなって、そんなとこ。やな。バイバイ。